何も信じられません。皆様こんにちは、ナビゲーターのさくらです。今日もご視聴いただきありがとうございます。本日のテーマはこちらです。嘘？本当？今回は中国でなかったことになる重大ニュースについて考えます。先日アメリカのバイデン政権主催で開催された約110の国と地域がオンライン上に集まった民主主義サミット。それに対して中国は質の高い民主主義を実践してきたという世界がのけぞるような主張を発信しています。中国共産党が民主主義を実践って一体何を言っているのか分かりませんが、よくよく調べてみると民主の意味が西側と中国ではまるっきり正反対なのですね。ただ共産と民主という言葉が一文の中に並ぶことにはかなりの違和感があるのですが、例えば中国共産党一党独裁の国でオリンピックという平和の祭典を行うことも違和感半端ないですね。こちらにとっては理解できないことが中国にとってはあるあるになってしまうのですが、こちらでは最近のニュースを解説し、そのあたりを探ってみたいと思います。12月20日付西日本新聞によると、世界で最も注目されている女子テニス選手は誰だと思う？11月下旬オンライン通話で中国在住の友人に尋ねた。首をひねる友人に彭帥さんと告げても、そこまで有名じゃないよとの反応。彼女が最高指導部メンバー当時との性的関係を暴露したと伝えると、嘘？本当？と叫び声が上がった。予想通り一通りのニュースは現地で報じられず、インターネットも規制されていた。中国では重大なニュースがよくなかったことになる。2016年日本新聞協会の記者ツアーでチベット自治区を訪ねた時もそれを実感した。自治区と周辺では2009年以降、中国政府の抑圧的な宗教政策に抗議し、チベット仏教徒が自らに火を放つ焼身抗議が相次いでいた。ツアーは現地メディアとの友好交流が目的だったが、私は訪問先の新聞社やテレビ局で焼身抗議をどう報じてきたかと繰り返し尋ねた。そんな事件はなかった。一切報道していない。根も葉もないデマだ。各社の幹部は発生したことさえ認めなかった。それでも私は問い続けた。共産党の指導下にあるとはいえ、報道機関が事実をなかったことにするなんてありえないと思ったからだと報じています。早速女子テニスプレーヤーの彭帥さんに新たな動きがありました。12月19日シンガポールの中国語誌が投稿した動画では、私は誰かに性的暴行を受けていない、受けたと言ったことも書いたこともない、人々は多くの誤解をしている、そして私は北京の自宅で暮らしておりずっと自由だと発言しています。11月2日のウェイボーへの投稿から現在までの出来事を気持ちがいいほど全否定しています。しかし誰も彼女の言葉をそのまま受け取ることなどできません。女子テニス協会はこの動画投稿に対し、懸念が解消されたわけではないとの声明を発表し、世界の多くの人たちが女子テニス協会と同じことを考えています。彭帥さん、絶対に中国共産党に言わされてるって。日本には覆水盆に帰らずということわざがあります。英語で言えばこぼれたミルクのことを嘆いても無駄であるとなるのですが、中国語にはこのようなことわざはないのでしょうか。中国共産党の手にかかれば不可能はないということなのでしょうね。関連して思い出したのは、今から10年前に浙江省温州市で発生した高速鉄道衝突脱線事故なのですが、すでに10年も経っているのに衝撃すぎてまだ数年しか経っていないような気がします。事故発生日である7月23日付の読売新聞によると、
車両が埋められた一帯は柵で囲われ立ち入り禁止。雑草が生い茂り、この場所が事故現場だと一見しただけでは気がつかないと報じています。事故直後こそ普段ならお上に逆らわない中国メディアすらさすがに遺族の側に立った、それこそ真相究明を訴える報道をしていたものでしたが、翌日中国共産党は人民の批判を恐れたのか報道自粛の通達を出しました。それから10年、日本やドイツからの技術支援があったことも、死者が40人だったと中国側が発表したこの事故のことも全てなかったことにして、習近平政権は中国の高速鉄道を自慢し、国内の鉄道網を拡大し続けています。臭いものには蓋をする、中国はずっとそうしてきましたので、これからもそうするつもりなのでしょうね。最近では12月18日の夕方に湖北省の高速道路の高架橋が突然倒壊しています。20日現在、この事故による死亡者は4名。専門家は橋が安全基準を満たしていなかった可能性があるとの見解を出していますが、中国国営メディアは過積載のトラックが通過したためと、あるわけないだろうと誰もがツッコミを入れたくなるような理由にしています。実は2019年10月10日、江蘇省無錫市において今回と全く同じような事故が起こっていました。その事故も高架橋が突然崩落し、車3台が下敷きになったのですが、その事故では3名の方が亡くなっています。事故当時、過積載の大型トレーラー2台が高架橋を通過していたこともあり、原因は過積載ということになりました。中国では2007年から2015年までの間に過積載による28箇所の高架橋が崩落しています。過積載も問題なのですが、そもそも根本となる高架橋の構造欠陥に話がいかないのは、やっぱり原因をはぐらかそうとしているとしか思えません。このような構造物の欠陥は三峡ダムにしてもよく聞くところなのですが、倒壊して逆に喜ぶ人もいるそうです。不可解な倒壊が発生する一つの理由としてよく聞くのは、巨額なバックマージンにより予算不足に陥った結果、手抜き工事が平然と行われてしまう実態があるという話です。そして強度不足で壊れたら、それを修理するためにまた巨額の賄賂が入ってくるという、いわゆる循環型システムがあるそうで、建設時の賄賂に始まり、都度のメンテ、不具合発生時の補修、そして建設し直しの際に発生する賄賂など、一粒で何度も美味しい思いをするそうです。まあこれは単なる噂に過ぎませんが、あながち間違っていないように感じるところが中国のすごいところだと思います。もちろん中国ではこのような話はご法度ですが、ある意味とても納得した次第です。でもこうなるともう人命なんて二の次になってしまうのでしょうね。今回のニュース、海外からも多くの声が寄せられています。次にその一部をご紹介いたします。彭帥さん気の毒ですね。どう考えても家族の身の安全のために嘘を言ってるとしか思えません。彭帥さんは近いうちにデマを広げてしまったって心にもない謝罪をするでしょう。彼女は存在しなかった。中国共産党はそこまでやることが可能だから怖いんです。中国共産党にとって人命は塵と同じ、吹けば飛んでいくのです。私は技術者ではありませんが、この高架橋の構造は危険すぎませんか？きっと建設用接着剤で貼り付けておくことを忘れたのです。メイドインチャイナは本当に高品質ですね。この高速道路は完成してから20年も経っていません。爆発してはいけないものが爆発し、立っているはずのものは倒壊する。これが中国クオリティです。もし中国に行く機会があっても、私は決して橋を利用しません。普通の道路も危険だよ。エスカレーターもエレベーターも危険です。豆腐ビルもたくさんありますし。橋脚と高架橋のつなぎ目に亀裂が見られないのが本当に奇妙です。新たな恐怖映像ありがとうございます。
この事故の死亡者は初め3名と発表されましたが、きっと4人目はこの動画を撮影し流出させた人物です。以上は海外からのコメントでしたが、日本からはどのような声が上がっているのでしょうか。巧妙ではなく稚拙そのものですね。これじゃあ今時の小学生だって騙せません。性的暴行という事実はないどころか、性的暴行といった事実はないにまで変化しましたか。本人は元より近しい人物すべてに脅しをかけているのかもと思うと本当にいたたまれません。人権活動家の皆さん、今が出番なんですけど。ガン無視中。中国共産党は消せば増える法則知らないのかな。疑惑を否定すればするほど疑惑は真実として受け取られることがどうもわからないようです。電車が事故っても埋めれば大丈夫なんて考えちゃう国だからね。中国品質が原因でしょ。198トンの大型トラックが通っても普通は倒壊しませんよ。簡単な円柱状の支えしかないですね。これだと化石災云々以前にちょっとした地震や台風の風にも耐えられないのでは。土木技術者です。動画から見るとあの幅の高架橋に1本だけの円柱型橋脚はありえません。どんな設計をすればあのような矢代兵衛橋になるのでしょうか。倒壊して当然です。だからおから建築と呼ばれるのです。1年後10年後と時間に比例して同じような事故が増えていくのでしょうね。中国では最大積載量というのは橋のために規定されているとは知りませんでした。参考になりました。ところで12月19日、香港では立法会議員選挙が行われ、民主派からの立候補者はゼロ、投票率は 30.2% と過去最低。中国共産党政権を支持する親中派が議席を独占するという茶番劇が繰り広げられました。中国外交部の張立健報道官は、今回の選挙は香港の実際に即した民主を発展させ、一国二制度の安定的かつ長期的実践を推進することに重要な意義があると下り顔で発言しています。民主も一国二制度もすでに香港にないことは明らかです。このようなことが今も公然と行われているということは、西側の力が今より弱くなるとやり方ももっと過激になりますので、やはりまずは力があるはずの日本がこの地域の平和と安定のために立ち上がらないと、抑えられることでも抑えることができません。いろいろ言いたいことはたくさんあるのですが、少なくとも岸田政権はそれに逆行する動きを絶対にしないでくださいね。皆様のご意見、ご感想お待ちしています。評価クリックやチャンネル登録、よろしければベルアイコンをクリックしていただけるととても励みになります。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。